はい、こんにちは、なかです。グノーシアやっていきます。続きから12週目でセーブされてるから次13週目か。もうパート13？早っ。なんか3分の1くらい終わってるとか終わってないとかいう話を聞いたんですけれども、どうなんですかね。お、鍵の機能回復によりループ開始時に自分の役割を選べるようになりました。役割を、これ、選べるんだ。グノシアも選べるんだ。面白い。なんかドクター超楽じゃね？ドクターにするか、やったことないし。だってもう、コールドスリープした人がドクター、グノシアだったかどうかを知ることができるだけだもんね。超楽じゃん。これにしよう。やったことないしね。これにしようと。ループ12だ。パート12です。やっていきます。はい。新キャラ？その人間って、私も入るのかなって。イルカじゃん。あ、そっか、乙女は、ん？どうなんだろう。そもそもイルカがグノーシア汚染されるの？おー。わかりません。そのグノーシアさんのこともあんまり知らなくて。かわいい。口が。しかもこれ、あれ、なんか、宇宙服みたいなの着てるけど、これは、水が中に入ってるんだね。なんか、気泡浮いてるもんね。これ、水で埋め尽くされてるんだ、この中。乙女がグノーシア汚染される可能性はあると考えるべきだろうね。まあ確かに、なんか今流行りの、なんかコロコロとかもね、なんか動物にもかかるらしいっていうか、むしろ動物がかかるようなやつだったとか、なんかよくわかんないけど、ふわっとした知識がありますね。確信が持てない以上はそうですね、リスクは計算に入れておいた方がいいかと。じゃあ動物が凶暴化することもあるってことか。あ、でも哺乳類だからかな、イルカは。猫や犬とは違うかな。あ、だってそしたらあれだもんね、誰だっけ、山本たけしの猫ちゃんもかかっちゃう可能性もあるもんね。あ、それに私、乙女は人間だと思う。おー。キュー！ジュナさん！人間って言われて嬉しいんだ。イルカに誇りを持てよ。なんでだ？イルカに誇りを持てよ。別に人間と同じにならなくてもいいよ。イルカの方が、なんか超音波とか使えるし、人間よりも優れてるよ。自信持てって。ふむ。人間と他の動物との境界は意識ある知性であると。そう考えるならば確かにな。いや、意識ある知性が人間だけのものと思わないでくださいね。本当に。そうだね。乙女には知性を感じるよ。しげみちやコメットあたりからは感じないけど。そうなってくるとしげみちやコメットが人間じゃないみたいなことになっちゃうでしょ？じゃあしげみちは人間？あれ？しげみちって人間かな？くっ、お前ら。人間？宇宙人は人間？宇宙人で人間？人間ってなんだ？乗員の方が1名こちらにいらっしゃっておりません。何度も連絡はしているのですが。これ、社名だっけ？社名。まあな、まあ、しょうがねえだろうな。多分ね、さっきさ、13日目とかって言って出てきて、セーブデータにね、の3番目のセーブデータのところにずっと顔があった人、メガネの人なんですけど、多分ね、これ、多分好きなんですよ、中が。来るのか、ついに。マジか。ついに来るのか。しかも、サボってんの？シャメーちゃん、ちゃんって言っちゃったけど、ちょっと、ちょっと悪なのかな？そうだね。もし彼がグノーシアだったとしても、あと一人は確実にこの中にいる。今日はこのまま話し合いを始めようか。二人いるのか。そっか、これだもんね。グノーシアは二人いると。ちょっと何？なんか、ランナー。てか、満を持してじゃん。そんなVIP待遇すんの？
え、人気キャラ？もしかしてめちゃくちゃ VIP 待遇？え、一人ここに来ていない？このまま乙女は加わるようだが。はい、私も頑張るのでよろしくです。あー、発言する。役割を課す。名乗り出ろ。名乗り出ろでいいかな。うわー、ちょっと待って、乙女手怖くない？あ、違うか、これあれか、あれか、ロボットあれかな、指先が分かれてないから、あれか、なんか機械か、それは。へえ、歩けんの？足もなんかついてんのかな、ローラーみたいなやつローラーっていうか車輪みたいなのついてんのかな。へえ、なんか止め乙女って書いてあるね。かわいいね。書いてもらったんかな、誰かに。自分で書いたんかな。かわいいね。じゃあ名乗り出てもらおうか。楽しみだな、本当に。どうしよう。めちゃくちゃ好みのタイプやったらどうしよう、本当に。あ、はいはい、しげみちがエンジニア。次男もエンジニア。3人目来たな。あー、つうか、シピなんかすごい好きになってきたかも。なんかかっこよくない？なんかシピなんかすごい好きになってきたな。なんか喋り方も可愛いし、いや、悪いな。俺も、つうか、俺がエンジニアなんだわ。なんか、言い回しがさ、なんかちょっと、なんだこいつって思った時もあったけどさ、言い回しちょっと好きになってきたかも。周りくどって思ったけど、なんかちょっとね、味があるな、やっぱ。あー、エンジニアが大勢名乗り出たことに困惑していると。3人おるってことは、1人が本物で、1人がグノーシアで、1人が AC 主義者ってことだよね、多分。発言する。あー、じゃあ、様子を見るで。おー。ラキオに行くんだ。あ、待って、うち誰と仲いいんだ？せっちゃんだ！やった！仲の悪い人はコメットと。まあでもコメットに疑われたところでうちドクターやから、嘘さえつかなければ怖くはないかな？はいはいはい。まあ、ジナ・シゲミチ・シピを疑っておこうと。あ、ちょっと待って、出てきてるじゃん！おるやん、下に黒いけど。わー、こいつ、寝てんのかなあ。あ、仮に僕がククルシカと手を組んだとしてだ。僕に何のメリットがあるのと。ククルシカの、この可愛い見た目にも踊らされへんのやな、ラキオは。なんか自分が一番可愛いと思ってそうなとこあるもんね。よそ見る。エステラがまがいもんなんじゃない？そんなので本物人間だったら逆に哀れと。ステラに、エステラか。あ、でもこれ、ほんとグレーなんだよな、全員。ラキオよりステラを信じたい。はい。ジナとステラが、ラインができた。ジナラキ、ジナラキ、あ、違う、間違えた。ジナステ、ジナステ。うん、うん、うん。ちょっと様子見とこうね、ちょっと。しげみちを信ずるべきではない。そうだね。シピからはそうだよね。しげみちをかばう人があるかと。ああ、そうだね。次男もそう。怪しいのかショックだぜ。はいはいはい。できましたね、これで。次男捨てとしげ説。ラインができましたと。ああ、コメントもだ。ちょっと待って、メモるか。増えてきたらマジでわかんなくなっちゃうから。メモろう。ジナステ、シゲ、鉄、米、OK。うん、まあ様子見で。あ、乙女も怪しいと。あー、いやでもコメットは人の発言に対して怪しいって思えるから、とりあえず多分これ言ってみてるだけで、で、この反応を見て、キュアこの反応を見てるんだよね、多分、おそらくね。ああ、どうして乙女を疑ってんだ。ここらでレッドゴクリ決めちゃいますか。あー、社名だ。あー。わかんないな。誰でもいいんだよね、実際。ただ、このジナ・シゲミジ・シピの中に、AC 主義者と、グノーシアがいるから、
ワンチャン、なんかその3分の2が悪者に当たると考えて、釣っちゃうのもありかなぁ。ちょっと茂道行ってみようかな。マジか。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。え、そうなんだ。え、だけど茂道さ、いつもほんまに疑われてる要素ないのにさ、いつも釣られるよね。しかもこれ、うちが入れへんくても絶対茂道になってたやん。しかもこれ、ジナとシピーが、あー、茂道なんだ。茂道はなぜジョナスに入れた？あ、でもこれで、グノーシャがどうかうちはわかるから。お、うん。せっちゃん、なんか、ちょっと付き合ってくれないか。わかった。わかった。せっちゃんとね、仲いいもんね、今回。あー、会いに行くの？ふう、ありがとう。私一人でシャミエイと会いたくなかったんだ。え、なんだろう、なんか厄介なのかな？へぇ、正直彼はちょっと苦手だから。見える上院データで。あ、見れるね。悪そう！え、あれ？なんか全然突起事項がない。4つしかないの？これってさ、イベントの数ってことなんかな？そういうわけではない？少ないよそうなんだ。あ、なるほど、なるほど。やっぱこういう車みたいの乗ってるんだ。かわいい、こっち見てる。7歳。へぇ。海洋惑星なだ。惑星アーサル。21歳男。いや、ちょうどいいね。いや、ちょうどいい、ちょうどいい。あ、なんかちょっと釣り目ってるのか。細めなのかな、糸目っぽいのかな。糸目のゴーグルはもう強キャラでしょ。かわいい。いや、多分好きなんだよな。多分好きなんだよな。わかんないけど、ちょっと悪いのかな、やっぱ。悪そうなのかな。楽しみ。苦手。せっちゃんが苦手と。じゃあ、いただきますね。じゃあ、ちょっといただきますね、ちょっと。あ！はっ、来る頃だと思ってたぜ。え、こんな声、わかんない。わかんない。どんな声なの？ちょっと、ハスキーっぽい感じじゃないの。わあおい、悪いどころじゃねえだろどうなってんの。おい、あ、でも好きじゃないかも。好きじゃない。なんだこいつ。あ、しかも何これ。じゃあ説、挨拶代わりだ。一発ここに熱いベーズ頼むわ。はあ、ベーゼって何？チュキスでしょ、ベーゼって。何語だっけ。なんか、イタリアとかなんかわかんないけど、何かしらの外国の言葉でしょ、ベーゼって。はぁ？お前さぁ。いや、説はダメだよ。いや、説はほんまにダメ。やめて。説、お前のこと好きじゃないから。熱いベーゼ頼む。どこだよ、ここって。しかも。ここってどこだよ。あ、社名何度も言ったが、私は反、性別を持たない、そういう扱いをやめろ。どういうこと？女性扱いしてるってこと？やっぱ女性に見えるんだ、セツちゃんって。見た目やっぱ女性的だもんね。そういう扱いをやめろ。あー、近い。セツなら全然いけんだけどな。で、もう一人どちらさんは見たことないんだけど、ちょっと待って、こいつ！もしかして、ちょっと！あ、みだらのやつですか？ちょっと、じゃあ、そういう、なんだろう、性的なのはちょっとあんまり、得意じゃないんですけど、この人、もしかして、なんか、ちょっとセクシャリティなキャラなんですかね。21歳？遊び盛り的なこと？いやー、かっこいいんやけどな、そうなんだ。全然、見たことねえんだけど、ちょっと、中と申します。VTuber やってます。ゲームとか、好きです。お絵かきも好きです。ゲームとお絵かきは好きですって言ったらめっちゃインキャっぽいんやけど。やばい、オタク嫌いそう、この人。オタクを虐げるような目をしている。オタクじゃない、オタクです。すいません、オタクなんです。よろしくお願いします。あ、なんかで、私の友人だ。ありがとう、せっちゃん。友達です。よろよろ。あ、
なあかな、オーケー、俺はシャーミン、あ、シャーミンだ、ミンと呼んでくれりゃいいぜ、へえ、ミンと呼んでくれりゃいいぜ、ミンって呼べられたいの？どっちかってなんかシャーの方が可愛くない？シャーミンなんだ、へえ、ミン、いや可愛いな、いや可愛いけどメガネとゴーグルどっちかにしな。シャッサと本題に入ろう、シャーミン。ウノシア対策の話し合いに来なかったね。一体何をしていたんだ。確かに一回釣られないっていうことあった、今まで誰かしら。一旦釣られなくて済んだよね、こいつ。すご。そりゃ何をしてましたけど。はぁ、こいつマジそういうやつなの。お前さ、うち下ネタはコロコロコミックまでだって言ってんだろ。うちの下ネタはコロコロコミックまでだの、許容範囲は。お前、あれか、ヤンジャンか、ヤンジャン派か、シャーミン。うわぁ、聞くんじゃなかった。質問変えよう。なぜ来なかったんだ？そりゃいかねえだろ。下手に喋ってグノーシアに目つけられたら消されちまう。ちょっと待って。刃ある。刃ないですか？え？激カワだな。超かわいいね。いや、21歳で下ネタとセクハラかますのは、まあ、いや、許容範囲か。いや、だってせっちゃん18歳とかだったでしょ。いや、ダメよ。それはダメ。やっぱダメだわ。ダメ。俺はさ、目立ちたくねえんだよ。アンダースタン？アンダースタン？はぁ、生きっとんな。生きっとんな。あ、シャーミンはステルスの能力値が非常に高いため、スグノーシアに狙われにくいです。また発言をした時もあまり目立ちません。なんだ、陰キャみたいじゃん。うちと一緒じゃん。ねぇ。気に入らねえんなら、俺に投票して冷凍庫に送っちまえば？消されるよりは凍っとく方がよっぽどマシだわ。ふんふんふん。シャーミン、そんな勝手は許さない。明日からは話し合いに来るんだ。なんかシャーミンって違和感あるね。やっぱ社名っぽいけど、シャーミンなんだ。ミンなんだね。ブブー、お断りだね。勝手をするな。いや、年下にさ、こんな風に言われて、ちょっと大人としてのちょっとあれないんじゃないですか、自覚が。だったらこの船から出て行ってもらおうか。エアロックから一人で。いいね、言っちゃえ、やっちゃえ、せっちゃん。みんなでやろうぜ。みんなでやったらもうよっしゃいよっしゃいっつって連れてこう、もう外に。おいおい、そりゃ死ねってことかよ。やえばだー。あー、やえばかわいい。あー、死んでもらう。おお、過激派だ。マジで嫌いなんだ、シャーミンのこと。バチバチじゃん。あ、マジっぽいな。オーケー。ここは降参しとくわ。おー、せっちゃんが勝った。強い。あー。どういうキャラ？本当になんか多分ちょづきキャラなのかな？女好きっていうわけじゃなくて、多分本当に、なんか、中二病でもないな。なんかほんまに生きり大学生かもしれん。生きり大学生か。生きり大学生か、そうか、生きり大学生か。せっちゃんを守れたからいいとしよう。ふう、なんかありがとうね。いや、なんもできてないけど。なんか、そばにいてくれたおかげで、このループではシャーミンを殺さずに済んだよ。殺した世界線もあったのか。いやー、せっちゃんも苦手なんだね。やっぱ、班を選ぶってことは、やっぱそういう性的な、扱いをされるのが嫌だから、班を選んでるってこともあるから、やっぱああいう風に言われたらやっぱ嫌なんだね。いや、わかるな。せっちゃんとちょっと気が合うかもしれない。いや、あんなセクハラだもんだって、どう考えても。セクハラ、下ネタ、オンパレードも、いや、ダメよ、そんなって。こんな狭い船内でさ、そんなんされたら、多分やっぱ無理よ。乗員データ更新、シャーミン。あー。なんか、VIP 待遇じゃない？本当に。演技力。あれ、上がった今。
か、あー6個曲がっちゃった。6、あーいいね。10ずつ持っていこうね。あ、ジョナスがびっくりだ。あ、おらんやんけ、シャーミン。会いに行けへん。あ、悪くなっちゃった。あ、悪くなっちゃったね。見れる？これ。あ、見れた。あ、ステルス演技力かわいいが、かわいげなあるある、かわいげある。ステルスの高さと直感ロジックの低さが際立つ。性格的にも保身優先で、とにかく自分が生き残ることに特化している。ほーん。あー。こういう感じなんだ。よし、じゃあ、ジョナスのとこ行くか。あれ、まだレベルアップできる？あ、まだできる。あ、やっぱ経験値めっちゃ持ってた、もらったもんね。勝ったらやっぱ経験値いっぱいもらえるんだ。じゃあ演技力だ。ジョナス。嵐が吹き荒れている。グノーシアという名の嵐が。しかり、我々人間はただ、身を寄せ合って嵐をやり過ごすほかあるまいよ。あ、なあかなあかよ。このジョナスと心を合わせ、南極を共に乗り切ろうではないか。おー、これ、フレンド申請してきた。まあ、悪くはないかな？ジョナスは確か茂道に入れてたよね。これで一回、茂道がグノーシアだったら、ジョナスと力を合わせる価値はあるから。で、仮になんか AC 主義者とかでも、釣られる可能性が低くなるから協力しよう。これから力合わせようとジョナスに答えた。ウィンクすな。英断だ。君のその選択を、後悔はさせないさ。後悔させんじゃねえぞ。あ、ジナ。あ、で？あれ？ジナは、あれ？ジナはエンジニアの一人では？あ、ああ、よし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 。勝った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 、ナイスじゃん。じゃあ、茂道をかばってた説とコメントが怪しい。つうことで、今日から俺も参加な。ま、よろしく頼むわ。はい。よろしく。かわいいね。報告を求める。ステラがグノーシアだった？あー、そうなんだ。一応じゃあ、明かすね。そして、グノーシアだと指摘したです。ちょっと待って。SP、しきみちがグノーシアで、SP がステラをグノーシアと言っていると。じゃあ、一旦ステラ釣ってみてもいいんじゃない？これなら。でも、しきみちをかばってた説とコメントが怪しいけど、一回様子見るか。あ、やった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 、ありがとうありがとう、ラキューラキュー、ありがとう。なになに、え、あ、好感度、好感度かな、なんだろう。ありがとう、好き、ラキュー。ありがとうありがとうありがとう。絶対人間だわ。相手が明らかに人間である、または確実に信用できることを指摘するロジック系スキルです。強ー、強ー、ありがとうありがとう。出てないのこれ。感謝を示すはない、感謝を示すはない。シピ様が私たちの味方である確率は低いです。残念ながらそう言わざるを得ません。いや、でも、しげみちがグノーシアだったから、さすがにグノーシアが二人さ、エンジニアに名乗り出ることはないと思うんだよ。いやいやいや、どうだ？うちかば、どうしようか。かばうのはちょっとあれかな。じゃあもう釣られんのも嫌だな。いや、待って、弁護は後でしよう。俺怪しいんだろうな。いや、弁護はしとこう、一回。あ、ステラに対して大げさに言ってる。シピに消えてほしくない。はいはいはい。これでさ、ステラに疑いを向けたらいいんだよね。一旦。あれ？どっちだ？なんかジョナスに行くな。ジョナスに行くな。君が私を疑っている以上に、私自身が私を疑っているさ。何なんだよ。弁護しとくよ、仲いいから。仲良しだからね。あれ、ステラがかばってきた。でも、ステラ、ジョナスはステラを疑ってたよ。
あーまあコメットも行く、コメットに行くのもまあわかる。はいはい、コメットに行くのもまあわかる。そうだね、まあコメットに行くのもまあわかる。あ、ぼちぼち投票な。もう関われよ、何か喋れ。さてと誰を凍らせっかな。まあワンチャンセラでいいんじゃないか。だってシピはセラが愚弄者だって言ってるんでしょ。セラでよくない。はい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 。でこれでステラがグノーシアじゃなかったらシピがグノーシアか AC 主義者だから、一回シピを釣ってでその次コメットにするかな。これで良さそう。ごめんな、ちょっと一旦申し訳ないけど、一応グノーシアって言われてたから。でもこれでねはっきりするんで。またジョラス？一生ジョラスに行かとこに行かされるんだけど。よっしゃー、メインのとこ行きたいな。ロビーにくつろいでんのか。いや、びっくりマークはでも行かなきゃダメだよね。ダメってことはないけど、なんか怒るんよな、きっと。何かしらが。嘘の中にも誠。怖い怖い。うわ、不穏の女んだが。嘘の中にも誠あり。まさしく今の我々にふさわしい言葉だよ。あ、そう、コメットは虚言を、なんだこれ、ほにゃららしているが、その虚言により真誠が浮かび上がるのだ。コメットこそ人類の敵なりという誠がな。うふ、真実はとかく残酷なものだ。コメットはすでに十字架を背負った。あとは我々の手で葬ってやろうではないか。どういうこと？野球が消滅しました。あー、じゃあ、アステラが人間だった。あ、じゃあ、クノシアじゃないってことは、ってことはだ。じゃあ、シピーが嘘ついてるって言ってる。あー、はい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 。そういうことね。はい、じゃあ、疑うで。コメントにするか。もういいやろ。これ、コメントでいいだろ。もう。あー、なに？コメント、こっち向いてよく顔見せな。あ、お前やっぱ怪しいわ。いやー、こいつ、いや、コメントなんだよな、もう。あ、そうだよね。おお、すごいすごい。私気づきました。シピさん、エンジニアじゃないの。エンジニアさんじゃないの。おお。あ、一瞬黒く。否定はしねえよ。シピさ、ちょっとずるくないっすか、シピも。いや、シピもずるいんだって、マジで。なんだ、否定はしねえよって、もうほんま、なんかもうやだな、もうやだな。ロジックの悪口が低いと、確実的だと見抜かれるようなミスを犯しやすいです。へぇ。でも今回はコメントでいいんじゃない？あ、SQちゃんは。あ、かわいい。キュッ、私でいいの？一緒に頑張りましょうね、SQさん。これはでも一旦もう、コメントがね、そう、コメントじゃあ同調すると。多分これでコメントでいいんじゃないかな、もう。ああ、もうみんな疑いまくりだ。あは、目泳いでんぞ、コメット。これはもうダメだわ。ああ、すごいな、もうコメントだ、全員。いやー、全員コメントだな。まあ、これで AC 主義者がシピだったんだよね、きっと。ちょっと待って、もう、危ない、シピ、なんでだ？嘘、先そっちか。まあ、まあ、悪くはないけど、でもこれで一人噛まれちゃうじゃん。そっか、いや、まずいか、これ。まずったか、うち、目立ちすぎたかな。目立ちすぎたかな、うち。待って、一回、でも仲悪いんだよね、うち。あ、コメントになってる。やばい。まずい、まずい。まずいか。やばい、噛まれるかも。いやー、すり寄りに行くの。いやー、すり寄れないよなー。いや、バッチバチにコメント疑っちゃったもんな。どうしよう、誰か守ってくれ。シャーミー。
自分が人間確定してっからって気抜くなよ。ミイラ取りがミイラをうんふんするだろ。ああ、まあそんなに悪い態度ではない。まあ、人間確定してるっていうのは分かってくれるんだ。あ、守護天使ー、え、誰だろう、ジョバスかな。いや、人間でしたと。あ、これ最高じゃん。あ、そうそう、被害者ゼロ、お願い、このままで。あー、いいですね、いいですね。はいはい、報告。ロシアではない。まあ、AC 主義者なんですね。で、これもいいよ、コメントで。コメント、コメント、コメント。コメント、コメント。もうコメントしかない。あ、おー。あ、すごい。全員もそうなんだ。で、これも。お前さ、ここぞとばかりに。ここぞとばかりに施設にアピールするな。なんか、あれかな、班だからこそ、振りまかせたいみたいなのあるのかな。いや、ジョナスは、いや、お前はその言い方がまどろっこしいんだって。弁護しとくから。おー、なんかみんなかばってくれる。そうだね、コメットだね。もうコメットでいいからな。みんなコメントだったね。いやー、平和だ。いや、平和だ。なんかみんな強いね。何？見るがいいなか。配信者が今、形状競馬に惹かれていこうとしているのだ。ルールルル、え、え、何これ？え、ルールル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 ル、違う？これ違うか。ルル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 、え、わかんない。何この、わかんないな。何歌ってんの？勝った。勝ったー！やったー！え、みんな強い強い。これ協力関係だったらこんな特別演出あるんだ。このジョナス、これまでも数々の詩に歌われてきたものだ。そして今回、この船を襲った悲劇。うふ、また多くの詩人にインスピレーションを与えてしまうだろうな。ナーカ、誇ってもいいのだぞ。あの時ジョナスと共に戦ったのはこのナーカなのだ、と。乙女もいた。でもそのうち、グノーシアさんとも仲良くできるといいな。あ、そっか、仲良しになってる人たちがここに出てくるんだ。結果を表示します。あ、シピがいいし、あ、大体合ってんじゃん。え、てか最初にシゲムジ連れたん偉くね？なんで分かったの？いや、よかった。あ、経験値めっちゃもらえた。勝つといいな。勝ったらいっぱいもらえるな。わーい。終了してよろしいですか？いやー、よかったよかった。勝った勝った。なんか、すっごい順調。あと、シャーミーね、うちがずっとちょっと待ってましたの。まさかの最後に出てくるんだ。一番最後なんかな、これ。え、違う。最後でもないか、でも。あと二人出る可能性あるのかな？右下スペース空いてるもんね。いやー、満を持して登場ということで、なんかちょっと想像とちょっと違ったな。なんか可愛いなーと思ってたら、結構なイキリ大学生だったね。全国の大学生の皆さん、本当にすいません。ちょっと、あれ、なんか、その悪い意味じゃない。あ、手遅れかもしれん。やばい、悪い意味じゃないです。悪い意味じゃない。なんかちょっとテニサーとかに入ってるタイプの。まあ、ダメだ！全部墓穴になる。すいません。違います。ちょっと。最高！イキリ大学生最高！はい。じゃあ、今回は、パート10に、こんな感じで終わっていきたいと思います。次回からシャーミーも、あれかな、レギュラーメンバーになるのかな？あとさ、自分の役割を選べるのもいいな。なんか、守護天使とかもやってね、なんかずっとシャーミー守るみたいなこと、してみたいけどね、好きなキャラ守るみたいな。はい、超楽しかったな。いや、勝って嬉しいし、超楽しかった。あと、ちょっとシピのことも若干好きかもしれないという、ちょっと、この最初、あんまりよく思ってないキャラの好きになるは結構好きになるやつなんで、ちょっと気をつけたいと思います。はい。はい、こんな感じで終わっていきます。ご視聴ありがとうございました。ほな、また。